9 8 X 7 9。東京マルイのプロキャッチターゲットが電子ターゲットに変身、エアソフトスポッター。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、皆さんごきげんよう、ジョニーな人です。梅にゃんさんからの追加支援の紹介の途中ですが、今回はこの粘着式ターゲットのネタをご紹介します。東京マルイ製プロキャッチターゲットですが、アマゾンで1300円くらいするんですよね。こっちの S2S 製ヒッツくんは1個あたり1000円しないで買えますし、粘着素材を使う構造も一緒なので、安いヒッツくんばかり使ってきました。それなのに、なんで値段の高い東京マルイ製のターゲットをわざわざ買ったのかと言いますと、アルターマンさんが面白いアプリをご紹介されていたんですよ。概要欄にリンクを貼っておきますので、アルターマンさんの動画をぜひご覧になってほしいのですが、スマホの Android アプリでこの東京マルイ製プロキャッチターゲットが電子ターゲットに変身しちゃうっていうんだから驚きです。電子ターゲットって高価なイメージでしたが、わずか1300円の粘着式ターゲットとスマホアプリで電子ターゲットを使えるのならと、試しに買ってみたわけなんです。早速使ってみましたので、その様子をご覧ください。エアソフトスポッターというアプリをダウンロードして起動します。スマホのカメラが東京マルイ製のプロキャッチターゲットを認識してくれます。いろいろな設定ができるのですが、今回はサブマシンガンで距離5メートルで5発撃つモードです。5メートル速射20秒フリースタイル一射 SMG 第1ステージ5発20秒ロード、レディ。9 8 X 7 9。こんな感じなんですよ。面白いですよね。ただ使い方をまだよくわかっていないため、この後何をどうするのかよくわからず、スマホの画面を適当に触っていたら、レディ、第2ステージが始まってしまいました。スタートしてしまったので、慌てて5メートルの位置に戻っています。9 9 8 9 8。時間切れでも計測はしてくれるようです。このモードでは5発ずつ2回撃った結果が画面に表示されました。第2ステージ目の1発目がノーアンサーになっていますね。時間切れのせいで1つ順番がずれているようです。集団範囲の計測単位もミリやインチに変えられるようです。私はアルターマンさんの動画を拝見しただけで適当に使っているので、設定がよくわかっていません。それでもこんな風に電子ターゲットとして使えてしまいました。今のところ Android のアプリしか出ていないそうですが、こういう面白いソフトなら日本では iPhone 用のアプリも出た方がいいでしょうね。試しにヒッツくんを認識してくれないか試してみましたが、ダメなようです。プロキャッチターゲットとでは色や円の大きさが全然違うのでダメなのでしょう。このアプリ、屋内シューティングを楽しむ人は結構楽しめるのではないでしょうか。私のようなトイガン動画を扱う YouTuber にも便利なアイテムだと思います。ただ、MP7A1 の紹介動画ではもっと上手かったと思うのですが、今回のこの動画ではちょっと下手くそでしたね。すでにプロキャッチターゲットをお持ちで Android スマホのユーザーさん、
試しにダウンロードされてみてはいかがでしょうか。設定については私はよくわからないので、アルターマンさんの動画をぜひご覧ください。それでは今回はこの辺で、バイバイ、またねー。